これより遡ること2年前、海軍本部大将杯、通称赤犬が元帥の座につくと、海軍は攻撃的な性格を強め、過激な海賊討伐作戦を展開していた。日に日に勢いを増す海軍の攻勢に、各地の海賊団は壊滅の危機に追い込まれ、ある者は大規模な海賊団に保護を求め、またある者は他の海賊団と同盟を結んで、生き残りをかけた必死の対応を取った。結果、各地に海賊同盟が乱立し、激しい縄張り争いが勃発。世はまさに海賊たちによる群雄割拠の時代となっていた。モンキー・ディ・ルフィ率いる麦わらの一味もまた、海軍の海賊討伐の影響を受けて、新世界の海で海軍中将スモーカーの厳しい追跡を受けていた。それでもルフィたちは誰に頼ることもなく、ただ冒険心に胸を躍らせて海を突き進むのだった。まだ海軍の奴ら追いかけてきてんのか？今日はいつもより速度を上げてきてる。このままじゃ海軍船に追いつかれるぞ。じゃあいっそ戦って沈めるか。船長命令なら依存はねえが。やめなさいよ。海軍相手に戦争でも始めるつもり？でもこのままじゃ追いつかれちまうぞ。おい、陸が見えたぞ。見るからにやべえ雰囲気の島だが。本当だ、島全体が燃えてるみてえだ。おい、今はそれどころじゃねえだろ。問題は海軍だ。もう海の上じゃ逃げ切れねえ。じゃあ、あの島に上陸するしかねえな。海軍のやつら動きが早い。もう回り込んでやがる。どうして進むしかない。なんで俺が化け物組なんだよ。ロビンスワーン、ロビンスワーン。
強だぜ。よっ、ありゃ伝令兵か。それっての増援を呼ばれると厄介だな。ゴムゴムの島の奥に逃げて。
まだ誰も捕らえられねえだと。情けねえ。お前らそれでも海兵か。動ける奴らを全員集めろ。一気に決着をつけてやる。はい、よっよっよっ。無理め。かけっこ止めてやる。はい、白陵の相撲か。てめえの正義にかけて、お前らを逃がさねえ。てめえ、白陵の相撲家から逃げられると思うんじゃねえぞ。大丈夫なんだろうな。
害あるか？お宝はなさそうね。残念。こっちにもダイヤルがあるぞ。ここにも。あれ？ん？なんだこりゃ。おい、なんか出てるぞ。大丈夫なのか？負ける気がしねえ。敵は全部俺がぶっ倒してやる。妙に強く。あんなの嘘っぽらしくない。よっ、かざいな。もう私、手当たり次第切っちゃいたい気分です。なんとくなんとく。なんて強さだ。化け物かこいつら。次に降ろされてえのは誰だ。それくらいで俺を止められると思うなよ。覚悟しろ。よっ。
船が武器で何よりだ。麦わらたちを引っ捕らえろ。しまった、あんたたち最初からサニー号が狙いだったのね。悪いがそういうことだ。足がねえと仕事にならねえんでな。やっほー。ああそうだ、麦わらのルフィとその一味一名の身柄を確保してる。おいケムリン、味方みてえなふりして捕まえるなんて汚ねえぞ。黙ってろ海賊、スモーカー中将は電電虫でお話し中だ。何、こっちは海兵と軍艦を失ってんだ。島を調べねえと何もわからねえだろ。おい誰と喧嘩してんだケムリン。おい、はあ、やめときなさいよルフィ、どうせ聞いてないわ。分かった、ひとまず島は離れる。どうせ今の戦力じゃ大したことはできねえ。さっさと増援をよこすよう上に。分かったな。ばっちゃん、従者出航ですかい。ああすぐに出せ。おかしな船だが、え、ちょっと島を離れちゃうの。待てよ、あの島にはまだ俺たちの仲間がいるんだ。ああ、その仲間から逃げ出してきたのは誰だ。それに自分が置かれてる状況を分かってねえらしい。とっ捕まった海賊の分際で海兵の俺に指図するな。こんにゃろ、クソ、どうすりゃいいんだ。